どうも、古民家チャンネルの村長です。前回アップした心霊現象総集編、もうご覧いただいたでしょうか。あちらの動画を見れば、この家で起こったひどいこと、嫌なこと、全部丸わかりでございますんで、ご覧ください。さて、今回は今まででオーブが一番飛んだ日という動画になります。今回ご紹介したい映像は2本ありますので、最後までご覧いただければと思います。まず1本目の動画は、光が分裂したり吸収したり、なんだかとんでもない動きをしているものを捉えましたので、そちらをまずご覧ください。どうぞ。はい、いかがでしたでしょうか。家の中にね、こんなのがうようよしてるって考えただけで、ここに泊まることなんかできないよね。もうどういうことって感じですけど、まあこんなのが普段から飛んでいるんでしょうね。はい、じゃあ1本目の動画はこれで終わりです。2本目の動画、これはね、とにかく飛びまくります。うちの古民家では謎のふわふわ浮く球体がかなり飛びまくるんですけども、だいたいね、家の周りでたくさん飛びます。あとは2階ですね。で、なんだか知らないんですけど、1階はあんまり飛ばなかったんですよ。ですけど今回1階で恐ろしいぐらい飛んでる映像をキャッチしましたんで、そちらを皆さんに見ていただきたいと思います。こちらもノーカット、ちょっと長いです。忍耐力ある方は最後までご覧ください。それじゃあ、凄まじい映像ご覧ください。ノーカットです。どうぞ。